機マスターおよびサーバント目視で確認、総員で包囲してマスターを狙う。おお、良い動きだな。よほど主が良いと見たが。なりふり構わな。同胞を盾としてでもマスターを撃て。目的のためには味方の命をも捧げるか。総合の覚悟で臨まれば押し切る。身が逆動。強くなれたか。撤退、撤退だ。か逃がさぬ。お前たちの主について吐いてもらうぞ。またセイバー、人目が出てきたぞ。騒ぎになる。面倒な奴らが一人でも捕らえぬことにはマスターの正体も目的も明らかにならぬのに。そう、一人でいいんだ。辺りを探すぞ。癒されるな。ないぞ。あれは気持ちいいか。よしよしよし。この勝利、貴殿あってこそだ。気持ちいいか。ほら、怖くないぞ。
ごゆっくり。受けたまわった。もらっておこう。またのお越しを。犬か。気持ちいいか。うい、集め。先日平賢寺に参拝しようとしたんだが、寺に近づいた瞬間嫌な予感が全身を走ってな。巣は風がと慌てて帰ったが熱もなかった。まったく何だったんだろうな。平賢寺、確かあの辺りだったか。どうした、何か。おい、その実ハッハッハ。いらっしゃいます。またのお越しをお待ちしてます。これは結界か。霊脈を利用して人の行き来を妨げておるのよ。わざわざ侵入を阻むくらいだ。この先が奴らの拠点と見て間違いないだろう。しかしこのままでは先へ進めない。結界を解く術はないか。術ならばとうにひらめいておるわい。この結界、見目こそ神田のそれに近いが、作りはいささか簡素なようじゃ。周辺から流れる魔力を断つことでたやすく破れよ。くさびを打つべき箇所はわしが示すでな。では行くぞお前たち。おじいさん、いつになく勇んでいるな。頼られることを大層好むんだ。よほど嬉しいらしい。二人で良いじゃろう。よし、解く霊脈を抑えるぞ。な、結界か。連中め、卑劣な罠を仕掛けおって。罠にはまったか。しかしこの程度俺一人で十分。
がぬ血のごとく。水の型で行く。ならばよい。では魔力の流れを断つぞ。調子はどうだ？よしよし。ほら、怖くないぞ。どうした？うん、これで結界が弱まったはずじゃ。では次じゃ。解く済ませるとしようぞ。行くぞ、ヨリ。いらし。またのお越しをお待ちしてます。共に行くぞ、ヨリ。セイバー任せろ。わかるぞ。勝ってカブトの尾を締めるだな。おとなしいな。よしよしよし。悲しいな。ほら、怖くないぞ。あれは怪異か。蹴散らすぞ、ヨリ。
覚悟は良いか。力を借りる。任せろ。息を合わせろ。行くぞ。出番だ。分かった。黙せよ。力を借りる。分かった。息を合わせろ。行くぞ。もらった。伏せろ。そこだ。弱い。揺るがぬ血のごとく。風の肩。受けてみろ。気にせたな。畳みかけろ。水の肩で。では、霊脈を抑えるぞ。癒されるな。よしよしよし。これでかの寺の結界は解けたはずじゃ。よし、では寺に乗り込むぞ。今度こそ洗いざらい吐かせてやろう。異国のもんなら、この先の寺をめがけて走っていったぞ。何？入り口には結界が。それならば、今しがた解いてきたところだ。では捕らえるとする。おとなしくしておくのが身のためだ。追い込まれたか。総員、霊薬の使用を許可。やはりさすがの効き目よ。総員、戦闘開始。気配が変わった。どうだ。魔力を帯びている。私はどうということはないのだ。気をつけろ、ヨリ。てや！伏せろ！出番だ。わかった。そこだ！逃げた！血の肩。終わりだ！
ヤップ出番だ。すぐに行く。はぁ、あ、はっはっはっ見切れまい。鋭き水の流れのごとく。ここだ。ここだ。揺るがぬ地のごとく。捕らえた。では尋ねる、貴様の主の根拠はどこだ。セイバー毒か。毒を含んだか。武家というより忍びの手口か。己が命を懸けるとは、よほど配下に慕われる主と見たぞ。どうかな。違うか。私にはそう思えるが。どうあれ、自決を許したばかりに主の正体は聞けずじまいだ。おっと、さてどうする、ヨリ。貴様ら雇い主のことが知りたいんだろう。横須賀だ。俺たちの本家はそこの港にある。素直に吐くのだな。さっきの男とは随分と違うな。なぜだ。話せ。誰に雇われた。ドロテア、ドロテア・コイエット。年の頃は言わずともよいぞ。は？お前たちは主を慕っているのだろう。先ほどの忠義者のように命を絶つのもよい。私はあえて見逃そう。もういい、行け。毒を含んだ男は忠義以前に情報を漏らさぬための自死であったはずだ。あの男、無事逃げ延びられるものだろうか。伊織、いや、止まれ。敵の本拠が分かった。横須賀だ。横須賀。帝の情報にあった場所とも合致する。轟より南方というやつだ。なるほど、伊織はこう言いたいのだな。横須賀にマスターの根城あり、そしてそのマスターの正体こそはドロテア・コイエット。チギリシ・サーバントはアサシンか、はたまたキャスターか。帝の話からすればアサシンの色が濃そうだが、それも横須賀へ行けばおのずとわかる。ここから向かうなら海岸沿い、神奈川港を経由するのが上策か。敵は手勢を揃えて待ち伏せしているかもだ。違うか。かもしれん。だが最も早い。思ったより気持ちの良い返事だ。では行くぞ。
神奈川港を経由して横須賀へ。道中玉縄に寄ってみるのも手か。どうした、より。いや、経路を考えていた。玉縄は幕府の用地の一つだからな。ほほう、敵上の偵察か。だが霊知力もなく乗り込むのは無謀だぞ。それはそうだ。横須賀周辺は敵の縄張りだろう。どうだじいさん、霊脈につなげられる霊地、この辺りにあるか。おあるとも。この川崎大師こそお前の求める霊地よ。慣れたものじゃな。無事霊脈に接続したぞ。これで辺りの小霊地の状況もわかる。迎撃の布陣が整えられているな。敵も去るものだ。より、日本橋で得た霊槽、無駄打ちせぬようしっかり考えろよ。ああ。そうじゃ、霊槽の力で優位に立て。やつら船に海路を使うとは敵も考えたものじゃな。川崎も海に面している。このままでは狙われかねん。案ずるな。その時には私が駆けつける。船ごとズドーンだ。その手は取っておけ。他の小霊地を襲う敵もいるんだ。だが相手の船を止めねば、この不利は覆らない。破れる結界があるようじゃ。見よ、魔力を失った貝が消えたぞ。我らが地、敵に狙われておるぞ。頼む、セイバー。あ、しかと片付けてきてやったぞ。セイバー、いけるか。任せておけ。戻ったぞ。私の敵ではなかったな。破れる結界があるようじゃ。これはいいな。
より、新手だ。気を。ようやった。これで奴らはここから船を出せん。我らは勝ちだというのに、あちらは随分立派な船を使うのだな。いいな。小舟ならともかく、乱人の船は俺には無理だ。ま、勝ちゆえに戦いやすくはあるか。さあ。片付けるぞ、より。風の肩で攻防一戦と。これでどうだ。まだ出るか。さすがに拉致が開かないな。だが、あらかた払わねばこの先へは進めん。面倒だが、ここ。おお、貝が残らず。まったく、いい加減にしてほしいものです。希少な魔物たちだけでは飽き足らず、アマツさえサーヴァントまで差し向けるとは。サーヴァントだな、この地に紐づくはぐれか。君、何か思い違いをしているようだぞ。ほう、誰がそれを証明するのです。今あなた方の弁明には何の意味もない。口では何とでも言えるのですから。反論の余地もないが、言われなき罪で裁かれるのはごめん被る。ええ、私もそれは本意ではありません。ですが、か、今はあなた方の心の正しさをその剣に問うしかありません。なんだ、それならそうと言えばよい。行くぞ、より。奴を沈め、この場を切り抜ける。獲物を見るにアーチャーだ。トワイからの一撃、気をつけろよ、より。終わりだ。覚悟。解き放つ。受けるがいい。揺るがぬつのごとく。お互い月に暴れるとしようぜ。存分に暴れてくれ、ランサ。食らうのに受けるがいい。ランサ、ちょいと待ってな。どれ受けるがいい。弱いな。甘い。残念だったな。そうだ、いけまい。食らうがいい。終わりだ。かくん。運が良かったな、より。受けてみろ。受けるがいい。
鋭き水の流れのごとく。残念だったな。無駄だ。揺るがぬ地のごとく。食らうがいい。覚悟。見せてやる。頼みだ。分かった。息を合わせろ。行くぞ。わかった。受けてみろ。鋭き水の流れのごとく。甘い。突き放つ。力を借りる。出番だな。息を合わせろ。行くぞ。切り直す。抗ってみせますね。ですが、この程度で敗れる私ではありません。力を借りる。出番だな。息を合わせろ。行くぞ。滅びよ。逃げた。食らうがいい。無駄だ。揺るがぬ地のごとく。いや、受けるがいい。読めた。食らうがいい。残念だったな。甘い。終わりだ。読めた。受けるがいい。届かない。食らうがいい。刮目せよ。頼む。出番だな。息を合わせろ。行くぞ。残念だったな。覚悟。終わりだ。ここだ。セイバー、すぐに行く。水の型で行く。風の型。食らうがいい。甘い。力を借りる。分かった。息を合わせろ。行くぞ。油断したな。甘い。かけ。やめた。切り切る。セイバー。分かった。食らうがいい。滅びろ。揺るがぬ地のごとく。覚悟。水の油断したな。覚悟。甘い。いいな、いいな。さあ、もっとやろう。満足いくまで存分にやり合おうではないか。満足不満足の話をしているのではありません。私はただあなた方の目的を。どこまでも鬱陶しい。
あなた方は下がっているように、彼らは私がまとめて焼き払いましょう。もうやらぬのか？ええ、自身の使役している魔物に狙われるなど、そうやすやすとは起こりえませんし、戦いを通してあなた方の心の正しさは十分見せてもらいましたから。一時はどうなるかと思ったが、これにて一件落着で良いのかな？ええ、失礼をお詫びします。実はこのところ、港の南方よりこの地に不届き者が立ち入っていまして、それだけならばまだ良かったのですが、その魔力に当てられた海馬も無数に湧く始末、民に危害が及ばぬよう対処に追われるうち、この私もいささか視野が狭くなっていたようです。それは気苦労察するにあまりある。港の南方からの不届き者か。いおり？ああ、横須賀へは神奈川港を経由するのが早いと言っただろう。港の南方にあるのがその横須賀、マスターらしき敵の本拠と疑わしき町だ。なるほど、繋がったな。そやつ霊地であるここを手中に収める算段だったか。ああ、おそらくな。つまり不届き者の正体こそ横須賀に座するマスター、その人であると。名はドロテア・コイエット。よく鍛えられた偉人たちを率いているが、サーヴァントについてはよくわからん。そうだったのですね。ありがとうございます。状況は把握できました。つきましては、セイバー、そしてそのマスターよ、敵を同じくするあなた方とはひとまず遊戯を結んでおきたいと考えています。ほう、遊戯とな。貴殿ほどの男と遊戯を結べるならば願ってもないことだが、いいのか？無論ですとも、目下我々は敵を同じくする者同士なのです。それに何より、己の失態は己の働きで埋め合わせるべきでしょ。わかった。では以後よろしく頼む、アーチャー。あなた方が次に目指すのはドロテアの根城であろう横須賀でしょうか？まあ、玉縄で用事を済ませてから横須賀に向かうつもりだ。玉縄、なるほど。私はこの地を離れられませんが、ここ神奈川港からできることがあれば力になりましょう。ありがたい、頼りにさせてもらおう。ではいざ玉縄へ。の前に敵陣の魔力を断つぞ。イオリ、あれはなんだ？新手じゃ。まるで気配を感じなかった。何者？神奈川港へ向かうようだ。となれば別のマスターの配下か。もしや北から霊脈を抑えてきたか。より、神奈川港だ。はぐれのアーチャーに伝えるべきだぞ。ああ、早速力を借りるぞ。
おや、思いのほか早い再会でしたね。何か異変が起こったのですか？すまない、見ての通りだ。神奈川湊は二方向から敵に挟まれた。俺とセイバーが一方の敵に当たる。アーチャーには逆側の敵を撃ってほしい。構いませんよ、その程度造作もない。直接敵を撃つこともできましょう。霊地を離れるのか。はぐれにとってはあまりよろしくないのでは。ご心配なく、あなた方の掌握する霊脈をたどれば神奈川湊からの魔力供給を受けられます。望み通りの働きとそれ以上の成果を約束しましょう。ガチ、敵に狙われておるぞ。頼む、セイバー。あ、しかと片付けてきてやったぞ。敵か、油断。ないよ、何か仕掛けてきたぞ。戦いよ。魑魅魍魎の類とは受けるがいい。破れる結界があるようじゃ。見事な山だ。あ、私は見たことがあるぞ。あの真っ白な頂、かつてと変わらぬ美しさのままだ。富士の御山か。待てより、背後から襲われてはかなわん。残る敵を。敵に狙われておるぞ。セイバー、行けるか。
任せておけ、より。戻ったぞ。私の敵ではなかったな。これは強敵じゃ。なかなかの魔力をまとっておる。破る。行くぞセイバー。水の型で朝飯前というあれだ。見事じゃより。これで南側はあらかた抑えたな。北に敵が残っているな。もはや相手は霊脈を利用できるな。覚悟。虚しい戦いだ。そちらに益はないぞ。覚悟。解き放とう。Let's go.
駄な暗記を。ここだ。この私に勝てるわけがないのに。さあ、どんどん行くのじゃぞ。